第二次大戦の頃までは正義と悪みたいなものがはっきりしてて戦う理由があったと。新仮面ライダー、この問題点どう扱うのか。ショッカーというですね、地球征服を企む悪の組織を、それをどう描くのか。ショッカーは上が全部改造人間、つまり人間を乗り越えるのが目的なんですね。でこの強い暗い孤独感っていうのはエンディング曲、さっきも言ったようにロンリー仮面ライダーでも出てきます。荒野を渡る風ひょうひょうと、もうこっからですよ。一人行く一人行く仮面ライダーと、本当にいわゆる音階が低いというかマイナー音階の方ですね。悲しみを噛みしめて一人一人戦うとか、ずっとこう寂しいのがあって、されど我が友我がふるさとで上げて、一人でも一人でも守る守る俺は仮面ライダーって、まあ孤独感の歌なんですけども、この強烈な孤独感っていうのが元祖エヴァンゲリオンなんですね。ショッカーに改造されて仮面ライダーは人間ではなくなってしまったんですよ。でだから本当は社会に居場所はないんですよね。でもだからこそ社会にもう居場所がなくなって怪物になってしまったからこそ、社会を守るために戦うっていうです、そういうヒーロー像を見せてるんですよ。じゃあその社会とは何なのか、守りたいものとは何なのかっていうのが、されど我が友我がふるさとなんですよね。この昭和の共同体思想をね、ちょっと実感していただきたいんですけど、世界系とは正反対なんですね。守りたいものは僕の思いだとか、僕の好きなあの子なんだっていうのが世界系なんですけど、そうじゃないですよ。されど我が友我がふるさとなんですよね。このね、強烈な昭和の共同体思想っていうのが、まあこのエンディングに現れてるわけですね。これこそが庵野秀明の次回作のだという面白さですね。世界征服を企むショッカー、さっき言ったようにですね、ショッカー世界征服を企む時の方法論が人間を改造することなんですね。つまり怪物にすることなんですよ。ところがそれね、一見普通のことに思うんですけど、ショッカーって幹部が全員改造人間なんですよ。幹部どころかトップまで全員改造人間なんですよ。普通の悪の組織って違いますよね。普通の悪の組織っていうのは、改造人間みたいなものはあくまで戦闘員とか戦闘員のトップであって、その上には普通の人間みたいなやつがいて、椅子に座ってたり、なんか膝の上に猫乗せたりしてるもんなんですけど、違うんですよ。ショッカーは上が全部改造人間、つまり人間を乗り越えるのが目的なんですね。外科手術によって人間を超えて怪物になって、それは人間より優れてるんだという思想なんですよね。僕やっぱり一番典型だと思うのは科学戦隊ガッチャマンなんですよ。これ別の作品から持ってきたやつなんですけど、ZIP でおはよう忍者隊ガッチャマンの時のやつなんですけども、これ見ると科学忍者隊ガッチャマンってどれかで、これ敵のギャラクターなんですけども、なんかここに線があるような気がしませんか。つまりこの白い女の子までがガッチャマンで、こいつらが悪の組織って見えるんですけども、実はこのミミズクの竜ってやつはガッチャマンなんだけども、なんかちょっとね、これこういう並べ方するとなかなか分かんないんだよね。これが正義のヒーローガッチャマン、南部博士、南部博士より偉い人で、こっちが悪の、集団ギャラクターですね。地球征服を狙う、総裁 X っていうですね、わけのわからんやつが宙に浮いてて、で、事実上のトップのベルクカッツェがいて、一般戦闘員がいる。一般戦闘員とミミズクの竜の色味が同じだから見分けがつかないってことなんですけども、これが戦うわけですね。でやっぱ俺ガッチャマンが面白いと思うのは、この一般戦闘員の上に幹部がいるんですよ。この下の方見てください。これが幹部ね。ギャラクターというのはみんな仮面かぶってるんですよ。でこれね、指揮系統というか命令的に難しいと思うんですよね。これなんだろうな、スターウォーズで帝国軍が滅んだのもそこに理由があるんじゃないかと思うんですけども、誰が誰か分かんない、その場にいるのが誰が誰か分かんないから結構現場混乱すると思うんですけど、みんな同じマスクかぶってる。でも幹部の人だけちょっと偉そうなマスクかぶってる。この幹部一人一人が、まあまあ巨大ロボットみたいなのに乗って科学忍者隊に戦いを挑んで、失敗すると必ずこの偉いベルクカッツェがですね、スイッチを押すと乗ってるロボットごと爆発されるわけですよね。これが2年以上続いたアニメなんでですね、番組の後半になってくるともうそのパターンが分かってきて、科学忍者隊に負けそうだと分かると、
この戦闘員が逃げ出すんですよね。で幹部が止めるんですよ。逃げるなと言ったらどうせベルクカッツェ様だっていうふうにこいつらが捨て台詞を残しながら逃げるから、ほらほら見たこっちゃないと。一見失敗した幹部を殺す鉄の掟っていうのはみんなが命令を守って死ぬ気で戦うのかと思えばそうではなくて、旗色が悪くなっただけで現場から逃亡するようなやつが現れると。だからそういう管理法はダメなんだなというふうに、僕なんかそのガチャマンを見ながらですね、中学生の頃かなぐらいの頃からこうぐちゃぐちゃ思ってたわけなんですけども、こういうですね悪の組織っていうのはすぐにこう幹部を殺しちゃうと同時に、幹部が現場に出て戦わなきゃいけないというですね、これもねなんかこう困ったあり方ですね。これも悪の組織だからっていうこともあるんでしょうけども、多分正義の組織というかホワイトな会社だったら前に出るのって誰でもいいから、いわゆるその見栄えのいいタレントを使ってもいいし、いわゆるそうですよね、企業が CM に使うようなタレントを使ってもいいしというふうなことで顔出しをできるんだけども、悪の組織っていうのは悪いことをしてるっていう自覚があるから、みんなこうマスクかぶっちゃう、マスクかぶっていって、おまけに現場のですねトップの人間が先頭に立って一番悪いことをやらないとみんななかなかついてきてくれないというジレンマがありますよね。そのジレンマがやっぱこのこれ仮面ライダーの悪役なんですけどね、来年ですね新仮面ライダーが公開するので今から楽しみなんですけども、そもそも仮面ライダーってどんな作品なのかっていうと、これあの死神博士っていう悪の幹部なんですよ。悪の幹部なんですけど、死神博士は実は改造人間イカデビルでもあるんですよね。まあイカの怪人です、イカデビルでもあるんですよ。幹部が改造されて強化人間なんですよ。これもなかなかすごいですね。普通改造人間みたいなのって下っ端の戦闘員として使われるんですけども、ショッカーというね世界征服を狙う悪の秘密組織は何か不思議な哲学があってですね、その組織で偉くなるためには改造手術を受けなければいけない。で改造手術を受けて人間より強くなったものが人間を支配するというですね、ある種北斗の拳の世界ですかね。北斗の拳というなんか昭和の漫画があるんですけども、ずっと今日昭和の話ばっかり半分になって申し訳ないんだけども、そういう昭和の世界観ではですね、力こそ正義だみたいなのがあって、で強いやつほど上に行くと。だから北斗の拳でもですね、敵の組織みたいなのに来たら幹部は一般戦闘員より強い、しかし大ボスは一番強いと。で主人公のケンシロウは次々戦っていて、最後大ボスと1対1でタイマン張ってみたいになるんですけど、仮面ライダーも割とそれに似てるんですよね。幹部は一般戦闘員より強くてですね、でこの人はイカデビルなんですけども、イカデビルが仮面ライダーと戦うのはだいぶ後で、この死神博士の命令で改造された死神博士より下の幹部がいてですね、戦うみたいなのがあるんですけどもですね、あんまりこれってよその国の作品では見ないかな、いやマーベルシネマティックユニバースはそれに近いかも分かんないですね。割とあの日本で僕は特殊進化したような形だと思うんですね。海外のですねこういうスーパーヒーローものといえば何なんですけども、ヒーローものってですね、もうちょっとリアルな方向に行ったんです。今話したのはこう昭和の日本のテレビ特撮とアニメなんですけども、1965年にですね、今でもやっているですね、007ジェームズ・ボンドシリーズって映画がですね、まあ、大ヒットしてたんですね。60年代から現在になるまでずっと大ヒットを続けてるんですけども、で65年にですねサンダーボール作戦っていうのがあったんですよね。サンダーボール作戦、ポスターこんな感じです。初期007の傑作と言われてるんですけども、もうこのポスター見たらですね、ロケットエンジンを背中に背負ったジェームス・ボンドがですね、なんか背景がこう海になってて、下の方にはですね美女がいてというですね、まあ、すごい分かりやすい007のアクション映画ですね。そういうふうなものを作ってるんですけども、この007の中にですねスペクターというですね悪の組織が出てきます。スペクターというのが世界征服を企む悪の組織というふうに出てくるんですけども、このスペクターもちょっと困った組織でありましてですね、これあのスペクターの会議シーンですね。海外のハリウッド作品からだからかなり真面目に作ってるんですよ。一番上がですねスペクターのまあ首領みたいなものがスクリーンで顔だけ見えないんですよ。でその下に幹部がずらっと座ってて会議してるんですね。次の下、幹部たちがですね、我々はこんなことをしました、でいくらぐらいの儲けが上がりました、何人ぐらい人が死にましたって報告を次々とすると。
まあ、大人向けの映画だから かなり真面目に撮ってるんですけど、でもその中でですね、スペクターを裏切った者がいたらですね、この椅子がですね、電気椅子になっていて、バリバリバリってこのまま死んじゃうんですよね。なんか割とそういうやっぱり失敗した幹部とかですね、裏切り者は殺すみたいなことをやるんですけども、まあ、これは日本のその昭和のアニメみたいな失敗したら即殺すというよりは、裏切り者は許さないというマフィアの知能規定に近いような解釈だと思います。その、裏切り者を殺された後も会議は続いてですね、やっぱおなじみの後ろに世界地図があって、世界地図で、世界中のいろんなところでスペクターのですね、陰謀が進行中だというのが報告されるわけですね。ここら辺が昭和のですね、世界征服感です。世界征服ね、昭和の時代にはですね、まだそんなことあるんじゃないのかというふうに思われたんですね。世界には何か裏側から手を回していいようにこの世を操っているやつがいるんじゃないか。特にあのベトナム戦争なんて、まあまあ結果だけ見たら貧乏なベトナムの農民とアメリカ軍とか戦ってるわけですよね。理屈で考えたら戦う理由実はどっちにもないんですよ。もともとあれはインドシナ戦争というやつでですね、そのフランス領インドシナの独立運動であってですね、フランスとなんかベトナムのですね、抵抗勢力が戦っているようなところに途中でなぜかアメリカが介入してきて、フランスはいつの間にかいなくなって、でベトナムは2つに分かれちゃって、もう北ベトナムと南ベトナムという、まあ、まあ地理でいうと南と北とに分かれてですね、で そこでですね、アメリカ軍がなぜかあの最新兵器をですね、どんどん投入して戦うわけですね。何がなんか分かんないんですよ。なのでこの頃からですね、第二次大戦の頃までは正義と悪みたいなものがはっきりしてて、戦う理由があったと。つまりナチスドイツだ、日本のファシスト政権だが世界の民主主義に対して戦いを挑んできたので、民主主義を守るために連合国がですね、手を組んで戦ったというですね、まあ、これ本当か嘘かどれぐらい正しいか置いといて、まだね、その流れっていうのをちゃんと分かるようにですね、誰もが納得できるような形であったんですね。ところがこのベトナム戦争っていうのは全くその流れに乗ってないんですよね。流れが普通の人に分かんない。なので実はあれは、戦争の商人、武器商人というのがいて、武器を使わせるためにアメリカの、軍事産業が、小さくならないように、煽り立てて、必要のない戦争を世界中で起こして、でそういう世界を裏で操っている、例えばそれはロスチャイルドとかですね、そういう財閥かもしれないし、もしくは僕らが名前も知らないような秘密の悪の組織かもしれないし、そういうようなところが戦争を煽ってるんだっていう陰謀論がベトナム戦争あたりからすごい流れたんですね。でそれが多分未だにこうずっと続いてるんですよ。陰謀論っていうのはなくならないんですけども、第二次大戦の頃まではそんなになかったと。第二次大戦の頃は敵味方がはっきりしてて、なんで戦うのかの理由が分かってるから。ところが第二次大戦以後の世界では、なんでこれ戦ってんのと。今 そのロシアのウクライナ戦争もそうですよね。一生懸命そのロシアの専門家の、例えば小泉さんとかがですね、テレビに出て、ロシアはこういう感じだから、国民性だからっていうふうに説明するんですけども、あの戦争に誰の得があるのかもよく分かんないわけですね。どこに正義があるのかもよく分かんないので、陰謀論みたいなのがずっと流れてくるんですけども、そういうふうなものがあったので、007なりですね、もしくは科学忍者隊ガッチャマンにしてもですね、仮面ライダーにしても、世界を裏で悪に向かって、破滅に向かって、混乱に向かって追い込んでいく秘密勢力があって、でそれが我々人類をですね、滅亡に向かわせるんではないのか、破滅に向かわせるんではないか、混乱に向かわせるんではないか、でいつか悪の組織が世界統一をするんではないのかっていうのが昭和の大きいですね、このドラマの作り方だったわけですね。で悪のいない世界が僕らの世界なんですよ。でもうトップガンも悪がいなかったですね。トップガンマーヴェリックもですね、誰が悪いのか、誰が戦争を起こしているのかっていうのを描かないまま映画作るしかないし、最近の007もですね、スペクターというのがあったんですけど、それもなんかちょっと時代錯誤で、あんまり内面描かない、組織の内部描かないまま終わっちゃったんですよ。誰も世界征服を目指してくれないからですね、エンタメがね、成立しなくなってしょうがない。だから俺あの新仮面ライダー来年のがですね、すごい楽しみなのは、この問題点どう扱うのかですね。本当にこれをね、どうにかしないとお話が成立しないんですよ。理不尽以外を敵にできないんですよ。
考えてみれば新シリーズって全部理不尽を敵にしてるんですね。例えばエヴァンゲリオンとかですね、新ゴジラ、新ウルトラマンっていうのはですね、直接的な敵がいてこれと戦うっていうのはあまりやらずに済んでるんですね。だからエヴァンゲリオンもやっぱりこの世の理不尽みたいなものが相手だし、シン・ゴジラも理不尽の象徴としてのゴジラが日本に現れるってことだし、シン・ウルトラマンもですね、一応外星人ということで敵みたいなものが現れるんだけども、決定的な対立になる前にその外星人が、あ、これはもう利益にならないなと言って帰ってくれたり、もしくは武器がやられたことで侵略そのもの、光の国がですね、地球をなくすということ自体がなあなあになって終わるんですね。敵がものすごい設定しにくい。ところが新仮面ライダーはそうはいかないんですよ。もう予告編でね、クモ男とかハチ女が出てきちゃってるわけです。じゃあクモ男とかハチ女は誰が改造したのか、その目的は何なのかということでですね、ショッカーというですね、地球征服を企む悪の組織を設定せざるを得ないんですね。もう設定せざるを得ないんだけども、それをどう描くのか、もう本当に昭和の通り世界征服を企むで押し切っちゃうのか、もしくは相変わらずこれも新シリーズだからショッカーとは何かっていうと理不尽ですっていうふうに下げちゃうのか、正体は分かりませんっていうふうに逃げちゃうのかって、もうね、確率半々だと思ってるんですけど、まあ、かなり楽しみなんですね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。